ゆるり車中泊。夜遅いのでいちごを食べます。今頃です。これも忘れてた。スローピックのまな板、ダイソーのエッセンス袋。あれどこ行ったっけ。また行方不明だ。あ、前の座席に持ってったんだ全部。これで洗っていきます。久しぶりの登場。これね、今日はね、久々飲みたい気分で、この間飲めなかったから今日はね、今日は飲んじゃいたいと思います。全部入らなかった。どうする、これに入れました。
ます。はい、これが今日のおつまみになります。ステーキのまな板をこれで、ね、ちょっと洗っていきますね。このまま水気を一旦取っておきます。次はお肉です。実は私宮崎出身なんですけど、トムラのタレがめちゃくちゃ美味しいのでこれを買うようにしています。いきますよ、焼き肉。あ、入れてなかった。そうだ、ガスを入れてなかった。自己責任ですからね。すでに内側ね、できてるから、これを飲みながらお酒飲みたいと思います。うん、おいしい。火は止めてます。食べきれないから持って帰ります。アイラップに包んで持って帰ります。シソのえのきを巻いて食べたいと思います。このまましたら絶対手が熱いよね。熱いと思う人。あ、熱いけど大丈夫。いけた。大丈夫だった。これをシソで、またタレで。産地よりね、断然しそう。熱い。みんなこんな中キャンプとかでバーベキューとかしてるの？無理、私には無理。寒いよ。だって片付けます。あ、めちゃくちゃ暑い。暑かった。暑いんですよね、結構まだ。
きます。これはひっくり返して埃が入らないようにしておきます。セット完了。凍えて、凍えて夜中目が覚めるぐらいな、っていうかもう 夜中なんですけど、凍えて目が覚めるぐらいだったら、今これを引く玉を惜しまずにちゃんと引いて寝たいと思います。よし、こんだけ切れば大丈夫でしょう。ゆるり車中泊。うわ、眩しい。おはようございます。やばい、寝すぎちゃった。めっちゃ空いてます。すごいよ、まだ氷溶けてないんです。すごいんですね、こういうのって。ドッグランもあるみたいですね。焼肉くさい。やばい、ファブリーズしないとまずいかも。開かない。どうしよう。でもぴったりサイズ。ドリップコーヒー用にやっぱり夜間必要だ。ゆるり車中泊。これ溶けて、ダメか。ほんと難しいんですよね。どうやってみんな焼いてるの。
優雅にコーヒーでも飲んで待っていましょう。あ、美味しい。もうすごい、もう焼けちゃう。これが、これがパンの焦げた香りがしたのかな。お、いい感じですね。よし、完成です。うわ、すごいとろけてるよ。とろけてるよ。いただきます。あ、溶けてる。とろけてる。片付けた感じ、こういう感じにしています食べ物があります。どうやって食べるの？これも面白いよね。赤カブ超かわいい。ところがあったんですね。あんかけ野菜ラーメン、美味しそう。しじみラーメンがあったんだ。実は乗っけてます。よっ、ゆるり車中泊。